はい、ということで今日はですね、中国の越境 EC サイトのテム、だからテムですね。テムね、やっていきます。またね、やらかしてんですよね。でもこれってですね、何気にね、多分僕のチャンネルで、ちゃんとね、テムって、これね、やったことないんですよ。初めてなんですよ。で、やっぱりまたですね、商品からとんでもない危険物質発見されたりとか、そしてですね、販売がですね、中止になったりとか、あとですね、どうもね、テムのターゲットが日本になってきてるって話があるんですよね。そして、あとやっぱりですね、テムって言うと、やっぱりこれが NHK の問題とかですよね。今日ね、こういったことやっていきます。で、まずこれね、テムって言うと、まあ、こんな感じ。多分これね、皆さん知ってるんですからね、テムこんな感じですよね。だからね、楽天みたいな EC サイトですよね。まあ、ね、いろんな会社が出店してるから、EC プラットフォームって感じですかね。で、出店してる企業とか商品ってのは、ほぼね、中国製ですよね。中国の会社、中国の商品ですよね。そして、おかしいぐらい安いと。まあ、だからね、おかしいぐらい安いんですよね。だからやっぱこれね、おかしいってのはやっぱりね、わけがあって、で、これが思った以上にやばいと。で、一番直近ではですね、もうね、これ昨日とかの話なんですけど、韓国のテムで、まあだからね、多分これ、日本でも同じ商品ね、発売してると思うんですけれども、そのね、韓国のソウル市で、テムとかですね、あとね、同じくですね、中国のアパレル販売サイトのシーンとか、そこの商品をチェックしたんですよ、ソウル市が。そしたらですね、これなんとね、150商品調べて、結果ですね、6商品がまずくて、例えばですね、化粧品からですね、発がん性リスクのある危険物質が安全基準の20倍のものを発見されたんですよね。20倍ですからね。あと他にもですね、衣類のジッパーの部分から安全基準を超えるニッケルとか出てきたんですよ。それでソウル市はですね、商品の販売の中止を要請して、さらにですね、法的に商品の販売停止措置をしていくと、そんな感じなんですよね。でもこれね、すごいのはですね、今年の5月の韓国のニュースではこれね、なんとね、同じくソウル市が93商品をチェックしたと。そしたらこれがまさかの40商品から基準値を超える有害物質出てんですよ。わかります？すごいですよね。93調べたら40出てくるって。だからまさかのですね、43% ぐらいなんですよ。それぐらいこうね、安全基準を超える有害物質が検出されたと。すごいですよね。あと他にもね、9月の1日でも同様の検査して、でですね、指輪ネックレスなどの金属製アクセサリー、そこからですね、16商品検査したら、なんとですね、やっぱりね、8商品から有害物質出たと。だからね、半分がね、やばい商品なんですよね。もうちょっと信じられないぐらいの割合でしょ？やばいですよ、ほんとね。すごいなっていう。で、例えばね、どうやばいかっていうと、これがですね、こんな感じ。指輪は、カドニウム含有率が 94.5% で、韓国の安全基準値の945倍だったっていう。945倍っていうのはなんかちょっとわけわかんないぐらいですよね。で、あと他にもね、別のアクセサリーからは最大の基準値の319倍の鉛が検出って感じなんですよね。あと他にもですね、芳香剤からは呼吸器への悪影響を与える物質出てるらしいんですよね。だからもうね、これ、このニュース、こんな感じ、こんな感じ。まあだからね、4月、5月、8月、8月ってね、で今紹介してね、9月、9月、10月じゃないですか。まあだからしょっちゅうですよ、これね、このテムとかって、やばいニュース出てんですよ。多分これね、大半ね、韓国だと思うんですけど、でもこれね、当然これってね、韓国も日本も同じ商品が売られてるんでしょうから、だからこれね、なんか韓国のニュースばっかりですけど、日本はね、ただ単にこれチェックしてないだけじゃないかって、チェックした方がいいですよね。どうなってるんだってよね。で、ちなみにこれね、商品の見た目ですけれども、例えばね、こんな商品。これだからね、こんなやつとか。あ、これだからね、全部ね、やばい商品です。やばい商品、これ。帽子かなんかですよね。で、これ多分カバンかなんかですかね。で、こっち。な、化粧品ですよね。もう化粧品とか絶対嫌ですよね。こう、つけるわけだからね、怖いですよね。そして、あとこんなの、食器とかですよね。で、あと他にもこれ、浮き輪とか。浮き輪って言うとやっぱね、子供とか使いますよね。ほんと怖いなって。で、こういうものがですね、どう危険かっていうと、例えばですね、発がん物質とかあるんで、当然ね、使ってるとね、癌になる確率が上がったりとか、なんかね、膀胱癌の人が明らかにね、増えたってニュース出てましたね。そしてあとね、やっぱりね、一番怖いなってものが、子供とかですかね。だからさっきやったように、呼吸に影響があったじゃないですか。だからね、だから例えばですね、危ない物質が使われたベビーベッドとか、衣類を使ってたら、それで赤ちゃんがですね、寝たと思ってたら、息が止まってた、なんてニュースあるんですよ。実際にあるんですよ、これ本当に。あとね、これアメリカでもですね、これ数字書いてなかったですけれども、アメリカ消費者製品安全委員会 CPSC がテムとかシーンを調査すると、やっぱりですね、こんな感じ。規制当局が窒息の危険性があると指摘したフードパーカーなど、複数のベビー用品や子供用品があったってことなんですよ。ほんと怖いですよね。そして今ですね、これね、これがすごい問題だなと思うのが何かっていうと、やっぱね、これだけまずいテムとかを、なぜか今ですね、まあ、NHK を含めたテレビが、日本のテレビがおすすめしまくってることだと思うんですよ。これやばいですよね。おかしいですよね。まあ、これね、民放テレビは今ね、ネットとかに押されていて、だからね、売り上げすごい落ちてると思うんですけど、それでね、まあ、どうしようもなくなってやってるってもあると思うんですけど、まあ、ね、わかりやすいですよね。あ、もちろんね、ただそうは言ってもこれね、もう危ないってわかってる会社の CM なんか流してるわけですから、それでもしね、さっき言ったように、赤ちゃんとかはね、窒息死なんてことになったら、そのテレビ局もすごいね、
ネガティブなイメージ、責任あると思うんですけどね。でもやっぱりね、その中でもね、一番びっくりしたのが、これね、皆さんもね、知ってる人多いと思うんですけど、やっぱり一番びっくりしたのが、NHK ですよね。これね、2ヶ月ぐらい前ですよね。すごいね、話題になりましたよね。これ、まさかの NHK で、このね、危ないテムの、もうね、CM だろうと思うような内容を流したんですよね、NHK が。まあだからね、もう、ステルスマーケティングだろうっていうぐらいですよね。で、これが、なんかね、全部でね、6分ぐらい流れたんですけれども、これちょっと一部見ていってください、これ。一部ね、こんな感じです。今、中国発のネット通販が急拡大しています。はい、こちらのですね、テムですとかシーンですね。その一方で、模倣品が販売されている、安全基準が満たされていないなどの指摘も出ています。急拡大の要因と課題に迫ります。販売しているのは、中国発の越境 EC サイト。シーン使ってます。値段安くても意外と使えたりするんで、欲しい服があって調べたらもう一番に出てくるみたいな。はい、こんにちは、よろしくお願いします。都内に住む川崎愛子さん、買い物でよく使うのは中国の越境 EC テムです。当初はあまりの安さに不安も感じていましたが、今ではデザインなども気に入り、多い時で週に1回購入しているといいます。これ宣伝だろ。ファスナーの位置だったりとか、こういうところもいろいろついてたり、結構安い割にこうすごく手の込んだデザインだなっていうのが、完全に CM だと思いました。テムは一昨年9月にアメリカに進出し、事業を拡大。去年7月には日本にも上陸。およそ2年で70以上の国に展開しています。去年12月にはサイトの訪問者数が4億6700万人に達し、越境 EC でアマゾンに次ぐ世界2位になりました。まあ、だからね、こういうのまだまだ続いて、あとなんかこうテムのね、ビジネスモデル紹介したりとか、どうやってですね、中間マージンをなくして価格を下げてるのかとかでいろいろ言うんですよ。まあ、だから宣伝な感じですよね。で、最後にちょろっとコピー商品、成分的に危険なものがあるっていう、そういった問題があるって言うんですよ。ちょろっとですよ、最後にこれ。ただね、それもちょろっと言って、さらにその後ですよ。その後に、こんな感じ。これやるんですよ、これ。これだからね、現在のテムではこんな感じで。品質向上や模倣品の防止のため、商品を常に監視し、違反した生産者を排除するシステムを採用してるとかって、これね、テムの言い分流す、最後に。だからこれね、CM だろっていう。これなぜか NHK はですね、テムの言い訳というか、フォローするようなテム側の声明を読み上げて、それで終わっていくんですよ。これどうですかこれ。びっくりしますよね。これどう考えてもね、ステルスマーケティングというか、なんかもうね、テムの宣伝を NHK がしてるんですよ。だからこれね、テムの危険性を指摘して、買わないのを呼びかけるならわかるんですけど、まさかのですからね、びっくりしますよね、これね。だからね、こんな風に言われてますよ、こんな感じで。どうなってんの？NHK おはよう日本が中国通販サイトを大絶賛。商品は格安でも有害物質。基準値が238倍の3乗。NHK これじゃテムの宣伝だよ。放映時間の8割が利点で。課題なんて最後にちょっと。朝からテムの賞賛に勤しむ NHK 呆れました。って言われてるってよね。で、どうもこれね、テムって言うと、去年アメリカで CM をですね、めちゃくちゃ流したんですよ。で、一気にね、売り上げ5倍にしたんですよ。けどそれがですね、なんかね、最近ね、成長止まったみたいで、で、今度ね、今年の4月あたりから、日本と韓国をターゲットに変えてるんですよね。で、それで大量にね、テレビ CM とかインフルエンサー使って宣伝してるんですよね。で、なぜかさらにですね、NHK までこんな感じなんですよね。もうだからこれね、NHK がやってることっていうのは、これ日本国民の命を脅かしてますよね。まあ、あとね、売国的行為でもありますよね。僕ほんとこれね、内部にね、NHK 内部に中国の工作員入ってると思うんですよ、本当に。じゃないとだってね、こんなね、こんな内容にならないでしょう。まあ、工作員がいるんだか、もしくはね、ハニートラップにはまったプロデューサーかわかんないですけどね。そして、あとですね、これ、秘宝なんですけれども、秘宝。8月からですね、なんとこれ、日本の物流倉庫からも商品がね、発送されるようになったらしいんですよ。テムって言うと、すごいなってよね。はい、そして最後にですね、ちょっとね、Yahoo ニュースで、これ、テムを扱ったニュース記事なんですけども、ただね、テムをね、悪く書いてない記事についた、そのコメントを紹介していきたいんですよ。だからそんなね、悪くね、コメント書く必要ないじゃないですか。そう紹介してきたんですよ。で、それを単純にですね、上から4つ紹介してきます。だから選んでないですからね。選ばずにこんな感じ。まずこんな感じ。テムで購入したものです。はっきり言って、ダメダメです。電源はつかないわ。服は一度洗ったら、ケバケバになるわ。イヤホンを購入したけど、ディスプレイの表示すぐに反応しなくなったり、品質はあまりにも悪すぎる。無料歌い、どうのこうのって書いてますね。次。何十点か買ったが、ダメだったのは車のサイドミラーに塗る、浸水クリーム。全く役に立たなかった。どうのこうのって書いてますね。だって他にもこんな感じ。テムで購入した私の個人的な感想。1500円の電気シェーバーは翌日に壊れた。
テムに行ったら即返金してくれた。内蔵 SSD は2ヶ月持たず読み込まなくなった。テムに行ったら90日以上経っているので返金はできないと言われた。どの頃というのが書いてありますね。そして最後、仕事用のカーディガンを買って重宝してます。大きいサイズってなかなか売ってないから助かってる。皮膚に問題あるのかまだわかりませんが、てんてんてん。あと350円くらいのボディバッグもお出かけの時に使い勝手良くて結構使ってる。子供の着用するものと電気系は怖いから買ってませんって感じなんですよね。まあでもね、なんか怖いながらみんな買ってる感じですよね。びっくりしますよね。怖い、なんかね、怖いながら買い物しなきゃいけないっていうね。でもこれね、だけれどもなぜかですね、テム自体に行ってそこのね商品レビュー見てみると、もうねいいレビューばっかりしかないんですよ。これはなぜなのかってね、そんな感じなんですよね。まあでも本当ですね、これね、少なくとも子供が使うものだけはねテムで買うのをねやめた方がいいなと思っちゃいました、これは。はい、ということで今日はですね、こんなところでございます。